今日は羊蹄山とブランコですね。非常にこのブランコが素晴らしいところでブランコがあるもんですから、いつもここの景色を撮っております。このブランコはね、最高のブランコですね。これだけの羊蹄山を見ながら、ブランコ乗れるっていうのは素晴らしいところです。ここは肝別駅跡の公園になっております。昔はこの駅舎とこの羊蹄山が非常に、見栄えが良くてね、素晴らしい景色でしたが、今は駅は取り潰されております。またお会いしましょう。さようなら。ごきげんよう。